どこへ行くんだ？誰？アッシュ！どうしてここに？スピノザを探して、ちょっとな。お前こそ、こんなところで何をしてる？私は…バチカルへ行くんじゃないのか？知っていましたの？怯えてるなんてお前らしくないな。私だって怖いと思うことぐらいありますわ。そうか。お前には何万というバチカルの市民が味方についているのに。分かっています。そんなこと。いつか俺たちが大人になったらこの国を変えよう。貴族以外の人間も貧しい思いをしないように、戦争が起こらないように。死ぬまで一緒にいてこの国を変えよう。あれはお前が王女だから言ったわけじゃない。生まれなんかどうでもいい。お前ができることをすればいい。俺も帰ろう。あ、立ち聞きは良くないわ。聞こえちまったんだよ。それに声かけにくい雰囲気だったし。そう。俺が生まれなかったらナタリアはアッシュと。あなたが生まれなかったらアッシュはルークとしてアクゼリスで死んでいたわね。ディア。自分が生まれなかったらなんて仮定は無意味よ。あなたはあなただけの人生を生きてる。あなただけしか知らない体験、あなただけしか知らない感情、それを否定しないで。あなたはここにいるのよ。ありがとう。